最近 DO が共有した苦情の発表、エクソの所属事務所はすぐにネッツとエンターテインメントの比較対象となった。月曜日06時11、総奏者は公式ソーシャルメディアを通じて発表をアップロードしました。エクソの DO が11月初めにエンターテインメントを正式に脱退した後、 CEO マスターオブビジネスアドミニスト MY 総奏は正式に事務所として活動した。総奏者は DO が個人的なスケジュールを管理するために設立した会社ですが、エクソのスケジュールに関しては DO ハイマでもエンターテインメントのスケジュールに従っています。 DO を統括する総奏者の投稿のアップロードは発表の共有後すぐに注目を集めた。総奏者はソーシャルメディア上で誹謗中傷やフェイクニュースにつながる悪意のある投稿やコメントを通じてアーティストを保護することについて投稿しています。 CEO マスターオブビジネスアドミニスト NY 総奏はまた悪意のある投稿やコメントを見つけたファンに対し、 CEO マスターオブビジネスアドミニスト NY 総奏の電子メールに直ちに報告するよう求めています。これを見たネッツはすぐにカンパニー、スシの毅然とした姿勢をエンターテインメントと比較した。ネットズによると、エンターテインメントに在籍中、 DO は自分に起こった悪意のある投稿について強い苦情を受けたことは一度もなかったという。ネッツ氏はエクソの DO が事務所から毅然とした対応を受けたのはこれが初めての経験だとさえ語った。以下は DO エクソの所属事務所である CEO マスターオブビジネスアドミニスト NY 総奏がソーシャルメディア上で断固たる苦情を共有した時のザ・空上でのくネットの反応である。は、事務所を移ったらすぐにしっかりと保護してもらえた。これは良かった。なぜ DO がいつも意地悪なコメントを受けるのか本当に理解できない。最後にカンパニー、キツスには厳しい罰が与えられることを願っています。のようにならないでください。これはとは全く異なる行為です。頑張ってください。良い代理店よ。 DO に悪事を働く者はすぐに告訴する。の例に出すなよ。ははは。似た時、 DO はいつも無視されていましたが、今回は事務所を間違えませんでした。